夢牧場をなるべく見ていただきたいので、ここを左に見ます。今近くで見るとね、丸くてプリプリですごく可愛いよ。悔しいことにですね、明日牧場に来ても来週来ても絶対に体験できない体験になります。残念ながら、成田夢牧場にはね、アルパカさんはいないので、明日来ても来週来ても、アルパカには絶対触れ合えない、あるいは餌あげ体験もできないという本当に貴重な体験。あと30分で、ちょっとね、そろそろ、栃木県に帰らなければいけない、お家に帰らなければいけないというお別れタイムが近づいておりますので、ガキマの方、ちょっとね、このご時世なので、間隔開けていただきつつ、ぜひ多くの方に触れ合い、そして餌あげ体験していただきたいなと思っております。アルパカのバニラ君、牧場夢牧場に1日限り、遊びに来てくれてます。ですが、もう間もなくね、栃木県の、お家の方に帰らなければいけない出発の時間が近づいております。もうお帰り間近なんですが、30分ほど、触れ合いと、そして餌あげ体験、こちらをね、30分間お楽しみいただこうと思っております。ご希望の方、本当にもう今日このあと30分でお別れになってしまいます。アルパカ、夢牧場では残念ながら飼育しておりませんので、もう本当に今あと30分限りの体験になろうかと思います。ぜひご希望の方、英会広場まで足運んでいただければと思います。100円と1泊100円と聞いていただいておりますので、お手元ご用意いただいてお待ちいただければと思います。本日限りの特別ゲスト、那須高原林道湖ファミリー牧場のスーパースター、アルパカのバニラ君。まもなくね、お家に帰る時間が近づいてまいりました。
成田夢牧場では飼育していない動物なので、明日来ても1週間後に来ても1ヶ月後に来ても体験できない、そんなね、本当の意味でのスペシャル、イベントが、2時間で、終了となりますので、ぜひ、この機会お見逃しなく、お客様の姿の方にお越しください。餌あげ体験につきましては、1パック100円で、販売をさせていただきます。細かいご用意いただければと思います。よろしくお願いいたします。こちらでアルパカとシジの餌にやっております。